前回の超わかる高校数学は、次の問いに答えてください。10進数の小数を n 進法で表すときは、n を繰り返しかけて整数部を順に読む。n 進数を10進法で表すときは、n のマイナス何乗の位で考えよう。今日は n 進数の四則計算を学ぼう。まずは5進数の足し算から。5進数の足し算は、繰り上げのタイミングが10ではなく5になることに注意。筆算すると、初めの位は 1+2 で3。次の位は 2+4 で6。ただし、5進法は5以上になったら繰り上げる。6の中には5は1つあって、1余るからこうなる。最後の位は 3+1+1 で5。ここで5の中には5は1つあって、0余るからこうなる。ということで、5進数1013が答え。次は4進数の引き算。4進数の引き算は、繰り下がる数が10ではなく4になることに注意。初めの位は 1-3 で引けないから、次の位の2を繰り下げることになる。ここで4進法では繰り下がる数は4になる。つまり 4+1-3 で2。次の位は 1-2 で計算できないから、最後の位の3を繰り下げる。つまり 4+1-2 で3。最後の位は 2-2 で0だから、4進数32が答え。次は3進数の掛け算。これも繰り上げのタイミングが10ではなく3になることに注意。かける数の初めの位は、まずは 2×1 で2。次は 2×2 で4。ただし、3進法は3以上になったら繰り上げる。4の中には3は1つあって、1余るからこうなる。かける数の次の位は、まずは 1×1 で1。次は 1×2 で2。最後にかけたものを足そう。初めの位は2が降りてくる。次の位は 1+1 で2。最後の位は 1+2 で3。ここで3の中には3は1つあって、0余るからこうなる。ということで、3進数1022が答え。最後は2進数の割り算。まず、2進数1000の中に101は1つあるから、101×1 が立つ。ここで引き算するんだけど、初めの位が 0-1 で引けないから、最高位から繰り下げる。ここで、2進法では、繰り下がる数は2になる。計算するとこうなる。ここで1が降りてくる。次に、111の中に、101は1つあるから、101×1 が立つ。引き算するとこうなる。ここで1が降りてくる。最後に、101の中に、101は1つあるから、101×1 が立つ。引き算すると0になる。ということで、2進数111が答え。ちなみに今日扱った計算は、計算する前に全て10進数に直して、10進法で計算した後、それぞれの進数に直すやり方もできるから覚えておこう。今日の動画内容をまとめると、n 進法の四則演算も10進法の四則演算と考え方は同じ。繰り上げのタイミングや繰り下がる数にだけ注意しよう。ありがとうございました。今日の作品はどうでしたか？気に入ってくれたらぜひチャンネル登録をお願いします。Twitter は公式ホームページから。次の作品はこちらからお願いします。いつも素敵なコメントありがとうございます。